フォードフォーカス RS のブースト系。下級圧の数値が1.5バールまで明示されている。ブースト系は、下級機付きの内燃機関において、下級圧力を支持する計器測定器である。指針式のブースト系の場合、多くは、ブースト系の負圧指針範囲がそのまま負圧系の、機能を兼ねているものが多い。以下では特に、 自動車とオートバイのブースト系に関して記述する。下級機付きエンジンにとって、下級圧力は、下級機の作動状態を知るために必要である。このようなエンジンを持つ車両では、下級圧力を適切に把握しないまま走行を続けると、過剰な下級圧による燃費の低下を招いたり、ウェイストゲートバルブの故障など下級圧制5系統に異常が発生した場合、 下級圧力が過剰にかかることにより最悪の場合は、エンジンや下級機が破損する恐れがある。走行中の下級圧力の急激な変化は、下級機の重大な故障を示すものでもあり、操縦者が、どのスロットル回路で、下級圧がかかり始めるのか、あるいはどの数値以上下級圧がかかると。 ウェイストゲートバルブが作動して過剰な下級圧が抜けるのかを把握する意味でも多くの下級機付きエンジン搭載車両にブースト系が何らかの形で搭載されている。一方で軽自動車などの低価格車両の中にはブースト系という形ではなく下級圧表示灯という形で装備されているものも存在する。この場合には操縦者は軽機からは 下級がかかっているか否かしかわからない。計器としての単位は、キログラムフォース、平方センチメートルである。北米ではプシーを用いることもあるが、純正装着のブースト系の文字盤には0.5、キログラムフォース、平方センチメートル刻み程度の大まかな表記しか、行われていない場合が多い。ブースト系は、火球機がない自然吸気の車でも取り付け可能であるが、その場合、 制圧になることは、絶対になく、負圧で、逆の動作をするようになっている。ブースト系の歴史は、下級機の登場とともに始まった。自然吸気エンジンにおいても、すでに負圧系が取り付けられていたものが存在していたが、ブースト系は、下級機付きエンジンの吸気システムにおいて、下級圧が正常にかかり、ウェイストゲートバルブが正常に作動するかを把握する、バロメーターという意味で、 自然吸気エンジンにおける負圧計よりも重要な契機でもあった。自動車においては1970年代の第一次オイルショックや米国のマスキー法の施行により市場からの排ガス浄化性能に対する要望が高まり燃料装置に電子制御式燃料噴射装置が採用され始めたことで下吸気付きエンジンを量産車に搭載するための道筋が開けていった。 市販車両での下級機付きエンジンは1970年代の終わり頃に登場し、ブースト系は本来の下級機付きエンジンの動作が正常か否かを判定する機能以外に下級圧の変化が視覚的にドライバーにアピールできるといった販売上の側面からも純正採用が急速に進んでいった。また、チューニングの過程においてターボチャージャーの交換や ウェイストゲートバルブの強化、ブーストコントローラーによる下級圧の変更などに伴い、最大下級圧を正しく調整する意味でも必須の契機となっていった。しかし、ブースト系は車両に関わる放棄でも必須とはされておらず、ブースト系を排除したり、故障により動作しなくても、整備不良とはならず、車検にも影響はない。現在使用されているブースト系は、 大きく分けて、機械式と、電気式に分類される。両者の大きな違いは、メーター本体が、吸気圧力や下級圧を機械的に読み取るか、圧力センサーや、エアフロメーターを介して、電気的に読み取るかである。30プシーまで、計測可能な社外品のブースト系サーブ900の APC ブースト経験用メーター。下級圧の数値は明示されていない。 機械式ブースト計は、表示部のついたブースト計本体内に、インテークマニーホールドからのバキュームホースを直接、引き込んで下級圧を計測して表示する形式である。バキュームラインを引き回す必要があることから配管の設置に手間がかかるが、電気式メーターに比較して安価であることや、万が一配管が外れた場合の危険性が、水温計や油温計に比べて、 低いことから、社外品のブースト系の多くが今日でもこの方式を採用している。電気式ブースト系は、インテークマニホールド内に備えられた圧力センサーによって下級圧を測定し、電気式メーターに下級圧力を表示する方式である。車種によっては、エンジンコントロールユニットやエアフロメーターの測定値から下級圧を計算して表示するものもある。 現在の車両に純正で備え付けられているブースト系の多くはこの形式である。社外品の後付けメーターにおいては、車両のエンジンコントロールユニットから配線を分岐させて読み取るタイプのものが存在するが、機械式ブースト系と比較して対応車種の範囲が狭くなるデメリットもある。デジタルブーストメーターは、ブースト系の表示部分によるバリエーションの一つである。 メーターのデジタル化は1970年代にスピードメーターをはじめとするほとんどの契機で始まったがスピードメーターなどで採用されたセブンセグメント表示器を使用した数値表示方式はタコメーター同様にブースト系には向いていなかった下級圧は短時間に大きく数値が変化するために読み取りが困難でまたブースト圧は上昇中であるのか 加工中であるのかといった情報がドライバーには重要であるがその判定がセグメント表示では困難であったためであるこのためデジタルブースト系には LED をバー状やグラフ状に並べて順番に点灯させバーが伸び縮みして表示されるバーグラフ式が採用されたしかしデジタルタコメーターと同様な欠点として バーグラフ式では良好な視認性を確保するのに、比較的大きなメーター面積が必要なこと、視認性では、針式よりも勝さる部分はなかったこと、そして、何よりも、目新しさ以外の実用上のメリットがなかったことから、主流にはならなかった。下級圧表示等は、電気式ブースト系のバリエーションの一つである。インテークマニホールド内の吸気圧力が負圧を超えて、 制圧になるとタービンのランプが点灯し操縦者に下級がかかっていることを知らせる。ドライバーは下級圧が具体的に何キログラムフォース平方センチメートルかかっているのか数値的に知ることは不可能であるが下級機が正常に作動しているか否かをおおよそ判定することは可能である。主に軽自動車などの廉価な車両や下級機付きエンジンの中でも 構造上ウェイストゲートバルブが存在せず、最大下級圧を特に把握する、必然性に乏しいスーパーチャージャー付きエンジンにこうした下級圧表示等が採用されている。例として、鈴木アルトワークスに標準装備されていた。モータースポーツ競技においては、下級圧の変化は下級機付きエンジンの出力の変化を知る重要な要素となる。また、 車両の改造度合いによって最大化吸圧が大幅に変化し得るため現在のウェイストゲートバルブがターボチャージャーの容量に対して適切であるか否かを知る意味でも正確なブースト系が必須となっている。そのため、社外品の後付けブースト系はそのほとんどが純正ブースト系よりも細かい数値で表示を行う。 純正でブースト系が備え付けられている車両においても、純正ブースト系の測定限界値以上のブースト圧をかける場合などにおいては、社外ブースト系の設置には大きな意義があるとされる。原油価格の高騰化に伴って、経済走行を心がける操縦者が増えてきたが、低速走行する場合にも必要以上にブースト圧をかけて燃費を悪化させないように、 ブースト系の負圧測定によってできるだけ制圧をかけないようにアクセルを操作するのに使用される。下級圧力の急激な変化とは、スロットル回路にかかわらず、制圧以上の数値を一切示さなくなった場合など。ありがとうございます。